わかったよ。どうも皆さん、おはようございます。こんにちは。だからもうさ、笑わないでって。わかった、ごめんね。一応 PR なんですからね。はいはい、わかったわかった。はいはい、どうぞ。はい、というわけで、どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、神田です。今日は、フィギュアやプラモデルでおなじみのことぶき屋さんで販売中の私神とのオンラインくじ案件配信となっております。わーということで、まだ今から紹介するんだから声出しちゃダメでしょって、そして、ゲストはこの方です。はい、ベスポ所属の立花なのでーす。お願いします。イエーイ。はい、というわけで、よろしくお願いします。はい、お願いします。久しぶりですね、なんかオラポで配信するの。そうですね。はい、 S 賞に続いてなんと当選確率100分の4。100分の4ということは何分の1でしょう。ん、何分の1でしょう。わかんないよ。はい、25分の1です。わかんないよ、そんなの。25分の1なんだよね。 B2、はい、B2 サイズ。 B2 サイズってそれこそ A4 サイズよりわかんなくない？ B2 ってわかんない。まあでも70センチだから、今度こそ縦の長さはあれだよ、モニターよりでかいよ。うんー。ねえ。薄くない反応。いや、じゃあ分かんないんだって。いまいちしっくりきてないか。70センチでどうやってあれすればいいんだ。短いこと台本で書いてないから分かんないよ。台本って言わないで。台本でしょ、だって。はい、ということで2回目いきます。はい、どうぞ。抽選完了と、せーの、はい。おいきたー。 B 3回目にしてアクリルスタンド。ずる。早くない？ガチ早いよ。めっちゃコスパいいんだけど。早いよ。てーれん、アクサ、え、ね、待ってちょっと待って、これさ、ことぶき屋さん大丈夫そう？これ大丈夫そうですか？まあ、とりあえず引こうよ。引きますか。まあまあまあ、配信者たるものね、ここで出ますよ。頼むよ、 A か S 出してくれ。いや、もうなんかね、俺の頭の中で UC 流れてるから、もうてれてて頼む。いきます。エスカエ来る。嘘やん。じゃあ D 賞ということでね。嘘やん、それは。25対21で私の勝ちです。25対 21？ はい、25対 21？ はい、本当に合ってる計算。合ってるよ、これ。 Excel の計算、これ Excel の表に書いたんだから、そうでしょ、そりゃ。25対21で、じゃあ今回ははい、私の勝ちですね。いいな、もう勝ち。もう、いやでもさ、弱っ。勝ちで弱っ。え、ジョジョエンも最後に配信者として引くこともできなく、ジョジョエンも持ってかれるま割り。じゃあベスポメンバーと行きたいと思います。マジでクソ。ベースメンバーと行きたいと思います。ギル君に連れてってもらおう。ありがとうございます。お前、ギルに連れてってもらえよ。連れてってもらいます、ギル君に。まあ、まあ、ちょっとね、検討しておこうかなと。可愛くて、普通に私これもらえんのかな。グッズもらえますか？もらえないのかな。普通に欲しい。あ、まあ多分ですけど、僕がただこねれば、うん、じゃあただこねてよ。ことぶきさん、お願いします。まあ、ダメって言われたら、まあ、いきますよ、30連。おお、
ありがとうございます。はい、グッズも買っていただいてますからね、神戸さんには。いやー、そうなんですよ。はい。まあ、30連ぐらい。なんとかなの T シャツね、僕6枚だか7枚買ってるんで。あ、そうだよねっていうか、ね、大丈夫っすよ。あ、やっぱコトブキャさん大丈夫っすよ。買ってもらう、買ってもらいます。買ってもらう、買ってもらう、買ってもらう。大丈夫、大丈夫。俺買ってるから。俺めっちゃ買ってる、そういえば。ください。ボイスも買ってます。ハッピーも買ってます。T シャツも買ってます。買ってください、僕の。違う、でも、違う。それはあなたが勝手に買ってるんですよね。でも、なんとかなの T シャツに関しては、言われましたよ、僕。あ、ワンセット用意します。ありがとうございます。いやいやいや、大丈夫です、大丈夫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 です、大丈夫です。ありがとうございます。買ってください。まあ、それとは別に、じゃあちょっと買ってもらおうかね。わかった、わかった、買うよ、わかった、わかった。買ってください、お願いします。はいはいはい、わかりました、わかりました。ありがとうございます。まあそうですね、まあ僕もまあ、なんだろうな、まあ全部言いたいこと言ってくれたんで、立場さんが。いや、ふざけんな、お前さ。ちょっと心残りなのが、うん。叙々苑食べてみたかったなっていうのはありますね。それは別に自分のお金で言ってください。いやいやいや、まあだって、いや、せっかく、待って、ごめん、分かった、自分のお金っていうか、もうギルルにやっぱおごってもらおう、それは。あ、そうそうね、確かに。いや、うん、違うよ、やっぱね、その自分でお金を使わないで食べるお肉ってすごい美味しいじゃん、うん、だからギルルにおごってもらえばいいじゃん。一応あれね、ん、俺ギル君より俺は年上ではあるよ一応。ギルルに奢ってもらって、うん、で富田さんはママ連れてってあげたらいいじゃん。やめよう、その話題触れるのちょっと。今タイムリーだから。そう、そうか、そうか、うん、ちょっとやめとこうか。そうですよ、ね、はい、ということで、本日はこれにて、終了したいと思います、はい、それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。はい、バイバーイ、締めます、バイバーイ。最悪だよ。